シーズーてんちゃん日記始まるよ。てんちゃん、パテシナ高原へ行く。皆さん、こんにちは。いつも動画を見てくださってありがとうございます。てんちゃんは生後10ヶ月、体重は 5.33 キロになりました。てんちゃんは臆病な性格なのか、人見知りなのか、呼ぶと固まり、おいでと言うと後ずさりします。おいでができなくて困っています。視聴者の皆様、何か良い知恵やアドバイスがありましたら、お手数ですがコメントで教えていただけると嬉しいです。さて、今回はてんちゃんが蓼科高原へ行ってきました。とっても素敵なところでしたよ。蓼科高原へ移動。蓼科高原バラクライングリッシュガーデン、1990年に開園された本格的な英国式庭園です。時期によってさまざまな花が咲き乱れ、いろんな表情があり、とても素敵な癒しの空間です。お楽しみいただければと思います。アリスのティーパーティー、これは子供が喜びますね。バラが綺麗ですね。とても広いので、いろんなところにいろんなベンチがありました。前日が雨降りでぬかるんでいるところがあり、てんちゃんは抱っこでした。素敵な吾妻屋もありました。だいぶ歩いたので、心はもう歩けないって座り込み本当に素敵な空間で、サラサラと川の流れる音や鳥たちのさえずる声がして、ハンモックにでも寝転がってぼーっとしていたいと思いました。いろんな花や植物たちに囲まれて癒されました。てんちゃんは抱っこのままでも花に興味津々です。で、今にもかじりつきそうです甘くて美味しい匂いだったのかな。最後にみんなで記念撮影。いつかまた来れたらいいね。蓼科高原蓼科湖からヴィーナスライン霧ヶ峰へと移動します。蓼科湖に到着。少し歩くとスワンボートがありました。愛理と心が乗りたいって騒ぐので、私とおばあちゃんの4人でボートに乗りました。てんちゃんはパパさんと湖畔を一周お散歩することにしましたボートはとっても楽しくて、あっという間に30分経ちました。みんなでソフトクリームを食べて霧ヶ峰へ行きました。霧ヶ峰には美味しいキノコ汁、バタ、トウモロコシなどがあって美味しくいただきました。てんちゃんは少しお裾分け、食べているのをずっと見ていました。動画編集していて気がつきました。途中から食べてばっかりです。霧ヶ峰の雄大な景色がない。せめてヤギさんだけでも。とっても楽しいお出かけでした。自宅へ移動。紹介しそびれましたが、バラクライングリッシュガーデンにはバラクラカフェがあり、
素敵なアフタヌーンティーセットがあります。いつか機会があって行くことがあったら楽しんでみたいです。今回の動画はいかがでしたか？次回はてんちゃんが生まれて初めて海へお出かけします。今回とは違うバラ園にも行きます。よかったらまた遊びに来てくださいね。